どうも、サラリーマンホームトレーニーのサラマッチョです。私よく YouTube のコメントで、腕周りが何センチあるんですかっていう質問を受けます。私はそれに対して39センチですといつも答えるんですけども、最近ですね、実は40センチあるんじゃないですかと、そういう疑惑が流れております。今日はですね、その40センチを超えてるんじゃないかと、その疑惑を払拭するために、今から思いっきり腕をパンプさせて、私は40センチないということを証明していきたいと思います。それではパンプアップ始めます。したら膨れてくるよ。はい、パンプアップ終わりました。普段2頭と3頭を一緒にトレーニングすることはあまりないので、結構しんどかったですね。で、今の状態がまあこんな感じでパンパンに膨れ上がった状態です。それでは早速測っていきましょう。まあ皆さん長さが見えないと思いますので、私この結果を正直に申し上げます。なので信じてください。サラマチョ嘘つかない。だいたいこの辺ですかね。いきます。結果 39.8 センチ。よっしゃよっしゃ、40センチない。はい、結果 39.8 センチでした。皆さん、私が言った40センチないという言葉、真実だったでしょう。サラマチョ嘘つかない。というわけで、まあコンテストとかに出てるフィジークの選手とかボディービルの選手とかっていうのは40センチは普通にあります。私はですね、この人腕が太いなって思うのはやっぱり43センチぐらいからですかね。43センチだったらもうかなり太く見えますね。私も43センチっていうのをずっと目指してやってます。まだまだ時間はかかるとは思うんですけども、その目標に向かって日々努力していきたいと思います。それでは本日もありがとうございました。40センチなんてもうすぐよ。